行政委員長に就任し、式典に臨むライライ清則は、中華民国の内会、公衆衛生学者、政治家言動国副総統、行政委員長、台南市長を歴任した。1996年3月、国民大会代表に当選。1998年12月、立法委員に当選。2001年12月、立法委員に当選。2004年12月、 立法委員に当選。2008年1月、立法委員に当選。2010年11月、台南市長に当選。2014年11月29日、再選を果たした。2015年2月28日、2.28事件の犠牲者を追悼する集会に出席し、台南市内の学校に設置されている紹介席の銅像を撤去する方針を明らかにした。 同年3月21日、外省人らの反対にあった一部を除き、銅像が市によって撤去された。2017年9月5日、蔡英文政権における行政委員長に指名される。9月8日に就任した。2018年11月24日に実施された統一地方選挙で、与党民主進歩党が大敗したことを受けて、行政委員長を辞任すると申し出たが、 再英文総統に留され一旦は留任した。2019年1月10日に次年度予算案が議会を通過したことを受け、翌11日に内閣総辞職。同日行政委員長辞職。2019年3月18日、2020年1月に予定される総統選挙への立候補を表明。同日民主進歩党としての総統選挙候補を決める。 予備選挙へ立候補。同年6月13日に行われた予備選挙では蔡英文に敗れた。同年11月17日、蔡英文が副総統候補に起用することを発表する。2020年1月11日、2020年中華民国総統選挙で蔡英文の再選が決まったため、中華民国副総統への就任が決まる。台湾独立派であり、 2015年9月30日に台南市議会で中国国民党議員から質疑を受けた際は私は台湾独立を主張する台湾が独立試験国家であるという台湾の人々の主張を中国は尊重すべきと述べている2017年の行政委員長就任後もたびたび台湾の独立について言及し台湾は 中華民国という名の独立した主権国家であるとした上で、いかなる国も中華民国が存在する事実を直視すべきだと主張している。中国との関係については、私は親中であって、反中ではない。親中愛大だと主張している。2014年に上海を訪問して中国の学者と対談を行った際には、 台湾独立は台湾人の大きな共通認識だと述べている。民進党内から大きな期待を受けており、民進党のホープと評されている。内海であるとともに、米国、ハーバード大学で公衆衛生分野の修士号を取得した衛生学者であり、市民や支持者からは、等しい、大高を、内神、大神と呼ばれている。しかし、 2013年と2016年の台風では、台風休暇の発令が遅れ、逆に批判を浴びる結果となった。市長としては、市政満足度調査で、高尾市長の陳菊と共に六大直轄市の市長では、最高評価を受けている。2015年の八千水上楽園爆発事故では、自身の所得1ヶ月分を被災者に寄贈している。 2016年台湾南部地震では発生から4日以上不眠不休で活動を続け心配した市民や視聴者から休息を促す声が多く寄せられた2011年5月台南市の観光友好都市である栃木県日光市の斉藤文夫市長が放退し東日本大震災の風評被害などで外国人観光客が激減していると急上を 説明すると、噂を打ち消すには、行動で示すのが一番いいと応じ、200人で訪日すると約束。震災発生から3ヶ月後の6月11日以降、日光と大書きされた T シャツを着て、300人を超える市民旅行団と共に日光を訪問した。2014年9月13日、東京都内で講演し、日体は政治、 経済などの分野でより緊密な関係を築くべきだと語った。また、八大余市にも言及し、慰霊式典を毎年行っていることを紹介した。2015年4月19日、大阪日台交流協会関係者らの訪問を受けた際、世界中で日本と最も関係の深い場所は台湾と述べた。2015年10月18日、日本統治時代の台湾で生まれた。 日本人を描いたドキュメンタリー映画、ワンセイカ会議エ関係者らと面会。来は挨拶の中で、日本統治時代に市内に残された施設や文化などは、現在でも地域に大きな影響を与えていると語った。2016年4月16日、熊本自身の支援のため1ヶ月分の給与を寄付する意向を表明した。 2017年4月16日に発生した八田余一の銅像から頭の部分が切断、持ち去られた事件で直後に犯行を非難する声明を自身の Facebook で表明したほか、18日付で日本の関係自治体や日本台湾交流協会関係者に日本語による事情説明文書を発送しているが、白色正義社会連盟などの一部団体は、 媚びヒ行為だと非難した。2018年9月6日の北海道、イブリ東部地震の際は、被害が最小限に収まり、救助活動が順調に進むことを願った上で、お見舞いを表明した。2020年3月にツイッターを開始すると、3月11日には、東日本大震災被災者に対し日本語でのツイートを投稿した。 2021年2月、中国での台湾産パイナップルの金輸措置を発端とする台湾産パイナップルの消費キャンペーンで、パイナップルで、ぷいぷいモルカーのモルカーを作った画像をインスタグラムに投稿した。ありがとうございます。